N ゲージは2003年10月7日にノキアが発売したポータブルゲーム機の機能を持つ携帯電話端末である。読み方は N ゲージではない。GSM 携帯電話であるため GSM に対応しない日本と韓国では発売されていない。シンビアン OSS60 プラットフォームを搭載し GSM900、1800、1900MHz 帯に対応している。 トゥードゥリスト、計算機、単位変換など、PDA 的な機能も合わせ持つ。外見は携帯ゲーム機そのもので、ゲーム機そのままの方向ボタンと、携帯電話の数字のボタンを合わせ持つ。通話時は、本体上面を耳と口に当てる。数字ボタンは5と7が一段高くなっており、ゲームはこの2つのボタンを主に使う。ゲームソフトは、マルチメディアカードで供給されており、背が 対等、エレクトロニックアーツなどが、サードパーティーに名を連ねている。S60 プラットフォームを採用しており、別売りゲームソフトの他に、多くのフリーウェアや、シェアウェアが使用可能である。裏蓋を開けると、SIM カードのスロット、マルチメディアカードのスロットがある。初期型は、メモリカード入れ替えの際に、裏蓋とバッテリーを外す必要があった。後に、リリースされた改良型、 N ゲージ QD はメモリカードのホットスワップが可能になった。N ゲージ QD ハットトータリーサイドトーキングのキア、N ゲージスタイルサイドトーキング2004から2005。ありがとうございます。